大丈夫。道がね、距離感取れない。こっちの壁さえぶつけなきゃ。かゆい。狭い中にあんだけ重機入ってんの。2弾だったら買うけど、まだ1弾ったりコンプリートしちゃったんで、これ第2弾だけどコンプリートじゃなかったっつうんですけど、ここ今日162円だ。来週からだね。あ、今日からだ。もうやってるわ。
級は持ってたり。そう、うん、そこで4枚出てるのそれかと思った。キノピコじゃない。知らない、見えないよここからで。そんな、そんなところに。あ、キノピコだね。ガラスの汚すぎて、ドンキーとゴールデンマリン。一番が汚い。そこまで大回りするわよ。ちょっと小渕まで行くよ。あ、ちょっと待って、どうしようかな。こっちの方がいいかな。ガソリンの前に買い物行く。今行っちゃおうか。出てたりしてみるかい。まあ最後の最後でいいや。この微妙なラインナップなんなの。違う店で2つも買ってんのによくバラバラだったね。ね、被る確率の方がそっちの方が高いからね、本当なら。奇跡的にね。被んなかった。そう、マリオルイージ出てきて、またどうせマリオかルイージ被ってんだろうなと思ったらね、キヨピヨとあれクッパだった。キノピオの声って結構ダニ声だ。ちょっとこれ無理しない方がいい。無理だと思う。はい、消そう。あったじゃん。あったね。ここで来る可能性あるからね。全然いるじゃん。うん、無理しなくて。何歳ぐらい後ろから来るの。いや、あ、来なかった。このサングラスいいな。足、長渕みたいな。長渕さん。え？なんでた？どうしよう、初めにマック行っちゃうか。どうせなんかね、わちゃ遅しそうだからね。どうする、迷ってます。それか帰りに行くか。帰りに行く。じゃあ初めガソリン入れちゃおう。まあ、狂って回ってそこの足できるかな。ぐらいにはもう来週の土曜日決めないと。今日中か、多分待っちゃいそうな気がする。でも、もう見頃終わるからね。なんかもう少ないってなってたよ。多分1台だけな気がしなくもないけど、うん、でも日曜日でもいいけどね。さ
さすがにレンチャンだるいけど。というわけで、ごめん、先マック行きます。あ、そうだ、雪が降る前にまた山口もちょいちょい行きたいし、あれ、ごめん、メニュー見ちゃいちゃう。どこがあんだって気持ちするか。そうなんだよ、一気に町立てになっちゃうから、どれだっけ、こっちか。チーズバーガー、ハッピーセット、どっち、普通のでいいの？え、チーズバーガー、あなたは、いや、あれ、チーズバーガーしたいの？皿だったらチーズ入ってるのも美味しいし、店員さんこの人だから同じやつでいい。うん、こんな感じだっけ。いや、ハンターグループにしよう。